それでは岐阜朝日クラブ、桃成敏弘選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。3対2という結果、どのように受け止めていますか。とりあえず勝つことができて、まあ、勝ち点を取ることができて本当に良かったんですけど、その中にやっぱ課題っていうものが明確になったので、まあ、とりあえずそのまだ明日もあるので、課題をしっかりと明日までに、修正して臨みたいと思います。とはいうものの9勝1分け0敗、無敗を続けています。強さの秘訣は何でしょうか。やっぱり学生の総力と、まあ、社会人の経験の差が出てると思います。これで勝ち点28になりました。 H1 自動昇格決めました。今のお気持ちをお願いいたします。当初目標にしてた、H1 昇格に、達成することができて本当に良かったと思います。残り2試合です。次はリーベ栃木との試合です。前回4対2で勝っています。どのような点に注意されていますか。とりあえず今日の敗因はやはり先制点を失点してしまったことが、ちょっと最初の立ち上がりがやっぱり課題なので、いつもの、そこを修正して、先制点を取ることが目標だと思います。最後にファンに向かってメッセージをお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。明日も頑張りますのでお願いします。ありがとうございました。